にゃんにゃん、おちょねのかずきです。よまたにえんです。そまたにえんです。あらたにえんです。なにそれさ、俺にもちゃんとおちょねてもらってそんな感じでね、今日は何ですか。特に何かがあるわけでもなく、ただ酔っ払って帰れなくなってここに座ってるだけですので、ね、お気になさらず皆さん。はい、はい、通称翔ちゃんと言いますのでね。翔ちゃんめっちゃ名前出す。大丈夫、顔が分かんないから、ちなみに自分の名前エゴサしたことある？ないです。そまたにえんってツイッターで検索したら出てくるのかな。すごいよ、ツイッターそまたにえん本人一色でございます。本人しかいない。やっぱりうちのそまたにえんとクリスマス過ごしてくれる方大募集してます。フォロワー欄見てると、なんでフォローの返し忘れや、なんでこんなイケメンなのに返してなかったんだろうという方を見つけるので、定期的に見られたなと思いました。君が泣いたように。ちなみにその恋が今シーズン4まで、なんか始まってるみたいなんですけど、最近こうトントン拍子にシーズンが変わってますけど、シーズン1はちゃんとお別れしたんですよ。お別れしたちゃんと。シーズン2は予告だけ出て打ち切りになったんですよ。そうディズニーランド行けないっていう。そうで、シーズン3、元カレに似てるシーズン3。あ、シーズン3で急遽やってきたシーズン4。急遽し、そう2日連続であれも、そうたくさん相談事をね、募集したので、一緒に考えてくださいね。はい、一緒に。はい、いいですか、お客様。はい、東京都在住21歳のゲイの男の子からです。はい、相談相手がいないという悩みということで、はい、お悩み相談が相談相手、ちなみにこの中に相談相手がいるって方、毎回相談する人一緒みたいな、この人に相談するみたいな決まってる人、誰かいめろ。いやでも大体女友達です。山梨行ってリアルするでしょ。本当にね、お客様余計なことは喋んないでもらっていいですか。ちなみに相談相手はいない。僕でも恋の悩みは、でも営業終わりにやっぱ和樹さんとかこのみんなにすることが多いですかね。けど、はい、悩んだ時どうする。やみついするよね。そうっすね。そうだよね。なんか燃やした時に一旦SNS に言葉として残してみるよね、うん、言葉として残します。で、数時間ぐらい恥ずかしくなって消すんだよね。なんでこんな飲み…なんかちょっといいね、やめようみたいな。彼氏に相談しないの、逆に。だから彼氏で悩むことだってあるじゃないですか。それを、そう悩んでらっしゃるらしいですよ。大丈夫。あ、今すごい発言をしましたけれども、どんな彼氏と付き合っても悩み事は多分できると思います。なあ。ちらの翔ちゃんの恋愛はなんか2人いたのをこうこっちもあっちもやってたから、どっちにもポイントされたっていう。だから典型的な2頭を追うもの1頭も得ずという。そうで、どっちかに固まりつつある時に、その固まりつつある方に彼氏ができちゃって、そう振られちゃったっていう。振られたっていうか、始まる前に終わったっていう。そうか、あ、そうそうそうか。始まる前に終わることあるよね。あるよね。始まる前にね、そう打ち切りになる恋愛もありますけども。仕事の相談と恋愛の相談と友達の相談って、また相談の種類も違うし、悩みの種類も違うじゃないですか。ってなってくると、恋愛の相談だったら絶対誰にもしないかも。恋愛が一番できない、二人の問題だし、その他人に何か言われても変わるようなことじゃなかったりするかなーって。仕事の相談はね、めちゃくちゃ限られた人にしかできないかもしれない。まあ、和樹さんくらいになるとそうなりますよね。どうやったらあなたが愛想よくなるかなーとか。まあでも、かれこれ3年愛想いいでやらせてもらいたいと思うんですけどね。殺人鬼みたいな顔をして出勤してくるのは3年間変わりませんけどね。本当に何か悩み事ないの。ないっすね。そうだよね、わかる、うん、幸せそうだもん、毎日幸せじゃないですよ。そのでもインスタグラム見たらさ、散歩とか筋トレとかさ、もうケトジェニック。あんたのさ、申し訳ないけど、ジムの鏡越しのこのピースうざいんだよね。なんなのこれ、本当にこれが、でもショーピース。ショーピース何ショーピースって。リョーマンピース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 。だるいわこれ。え、かわいい、かわいい。ありがとうございます。じゃあちょっとどうですか、ソマタニエさん。はかわいいって言ったよ、今。横って。はソマタニエさんもらってあげたりしないの。じゃあ、それは僕が。そうですか。
ていう東京都在住21歳の龍馬くんからのお悩みです今のは。確かに。それからはい。そうお前じゃあ俺です。いいよママに相談しても。いや相談しないよ。相談しない。ママでもいいし。ママでも母でも。リュウちゃんでも。まあでもさっきの聞いてなんか相談したところでみたいなところはあるかもしれないんで。そうだね。言いたいだけの可能性もあるし。あそうですね。それも。話を聞いてくれる相手を見つければいいかな。そうですね。あ、それがそうかもしれないです。おじさんはどうすれば若い子と仲良くなれますか。なれません。まあほら、我々おじさん2人はそれぞれ若い子を捕まえようとして捕まえれなかった捕まえたじゃないですか。でも仲良くはできたじゃない。はい、なんだ何やその仲良くできたあれだと思う。やっぱお金。顔出てるから。まあお金だよね。お金っていうかさ、その本人がね顔隠して、本人が経験したいけど自分のお金ができないことをそう経験させてあげる財力と見た目。じゃあ見た目だ。でも見た目はさ、でもさ、見た目はよ、仲良くする、付き合うとかじゃないよ、仲良くするね。仲良くするだったら見た目はさ、それなりに清潔感とさ、あの土地相応の服を着てればいいと思わない。でもハゲはクソじゃないですか、だって。いや、なんかでも、なんかハゲは、じゃあハゲてても可愛い人いっぱいいるから。その仲良くて、仲良くしてる人いっぱいいる。いるんだ。なんか、うん、まあお客さんで若い子とね一緒にいるおじさまを見て毎回思うのは、やっぱりその子がこれから先できるかもしれないことの先取りをさせてあげてる人。でもそうだと思います。本当になんか今経験できないことを先取りさせてあげられないとクズだと思う、うん、クズってそこまで言うんだ。要はあの友達、同年代の友達といても一緒のことしかできないおじさまは仲良くできない。いらない。それは論外です。例えば全然タイプじゃない30代、40代の方からこう近づいてこられて、どうやったらご飯行く、例えば話が合うとか美味しいもの連れてってくれそうとか、なんかそういうなんかあるじゃん、決め手が、うん、全然タイプじゃないが条件ね。タイプだったらそれ行くじゃん、誰でも。そうですね。タイプじゃないかって前提ね。絶対恋愛に発展しない人から。食べたことないようなご飯とか連れててくれるってなったら、それは行きたいなと思いますけどね。例えばなんか将来なんかこういうこと興味あるなみたいなことが、ちょうどその人がその職業とかね。あとはそれは惹かれたりしないの。自分意外と惹かれないかもしれないです。もう美味しいご飯の方が惹かれる。美味しいご飯も別に言うってそこまで聞かれないかもしれない。おちんちんじゃないです。タイプじゃなかったらもう基本は行かない、年上の人。あ、全然別に行かなくはないです。行ってあげ、なんだろう、すごい行ってあげるってだけ全然そう行ってあげるよみたいな。なんかこう横の人と仲良くなったりとかさ、するかもしれないじゃん。そうですね。連絡先は交換する？絶対しないですよ。まあ、ホモアカとかですかね、しても。あインスタグラムは結構気軽に交換したいと思うんですよ。LINE の方がシビア。LINE はちょっとシビアですよ。LINE の方が。その線引きって何なの、若い子の線引きって。そもそも本名でやってる、完全フルネーム漢字で。だから自分に近いかじゃないですか、その。なんて言うんだろう。プライベート。プライベート、そう、プライベート。がより出てるものは、ちょっとあんまり知らない人とは交換したくないとかじゃないですか。へぇー。けどなんか LINE 交換して、なんかこう交換して、スタンプでよろしくお願いしますみたいにして、話すきっかけってないじゃないですか。インスタだとストーリーとかに反応とかしたりしたら意外と話すきっかけができたりするので、じゃあまず仲良くしたいんだったら SNS の交換からやった方がいいってこと。毎回反応されるのはストーリー上げるたび鬱陶しいっす。ああ、じゃあどれくらいのペースだったらいい。本当になんか心が動いたそのあれに反応してくれるとかだったらいいんですけど。なるほどね。龍馬のストーリーで心動いたことない。まあ分かる、400万円全然違う。逆に新田さん何かあります、この若い子とおじさまが仲良くする方法。でも何なんですかね、自分なんか変に裏表がないんですよね。あるよ自分は。え、ないだろ、裏しかないもん。まあ裏しかないじゃん。おかしいよね。裏しかないでしょ、本当に。そうだね、表。でも嫌いなことは嫌いとか嫌なことは嫌って言うんですよ、自分ちゃんと。うん、してます。本当に困りますね、たまにね。それが大事。分かんない分かんなかった。はい、ということで
おじさんが若い子と仲良くなるためにはまずは SNS で適度なやり取りをしながら、何かその子が好きそうな餌を見つけて、そこで釣ると。はい、釣る。はい、決してしちゃいけないのは下心を見せることですね。そうですね、一番ダメですね。はい、まだまだね、ぜひお悩みがある方、お悩み寄せていただいた方、これからもちょこちょこ撮っていきますので、ぜひまたご覧ください、はい、ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。はい、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、そして拡散よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。